お姉ちゃんから聞いたよ。随分たくさんの男たちと付き合ったんだってね。用が嫌ならもうしないわ。信じられないよそんなこと。ごめんなさい、用に嫌な思いをさせたかったわけじゃないの。ダメなのよ私、誰かに求められてないと不安なの。私ね、男の人からぬくもりをもらわないと体が抜け殻になって不安で不安で。なんだよそれ。僕には郁恵さんと絶対会うなって言ったくせに。もういいよ。ダメ、それだけはダメ。あの女のところへだけは行かないでちょうだい。そんなに男が欲しいなら僕があげるよ。ダメよ。たとえ義理でも陽と母さんは親子なんだから。ずっと好きだったんだ。僕は母さんが他の男に抱かれてるなんてもう我慢できないんだ。わかったわ。でもよ、これが精一杯よ。A few moments later. ヨウちゃん遅いね。まったく、電話くらいすればいいのにね。一体どこに行ったのかしら。電話してみれば。ちょっとここで待っててください。はい。ただいま。ただいまじゃないわよ。こんな時間までどこに行ってたの。今日お隣に引っ越しあったでしょ。そこでちょっとお手伝いして晩ご飯ごちそうになってたんだ。まあ連絡くらいしなさい、心配しちゃうじゃない。あ、ごめん。それよかお隣さんがご挨拶したいって今玄関に。え、あら、そう。どうしてあんたがここにいるのよ。お久しぶりですガホさん。気軽に呼ばないで、虫ずが走るわ。フミカ、傭兵を向こうに連れてって。はい。ほら、陽ちゃん。ねえ、陽ちゃん、どうするの？どうって？本当の母親の家がお金持ちで、跡取りにしたいって言ったら、行きたい？何をバカなこと言ってるの？そんなことじゃ、僕の気持ちは動かない。お姉ちゃんはいつまでも僕のお姉ちゃんだよ。ヨウちゃん、ありがとう。姉ちゃん。A few moments later. ごちそうさまでした。お粗末さまでした。ダメよ。ママ。そんな顔されたら。口だけよ。ママ。A few moments later. またあの女のところに行っていたのね。違うんだ、その、そう、郁恵さんがパソコンのセットアップに手こずってるって言うから、それぐらいならって。郁恵さん。母さん。心配なのよ、ヨウのことが。うん、母さんが僕のことを考えてのことだって分かっているよ。ううん、分かってない。分かっていたらあの女のところになんて行くわけないもん。もんって、そのぐらい心配してたってことよ。もしかして母さん。何よ。焼き餅焼いてくれてるのは。はあ、違うわよ。
母さんを僕に夢中にさせられて嬉しいな。そんな母さんに心配させるなんて、僕って悪い子だね。そうよ。よう、本当に悪い子なんだから。電気消して。上からだったり子供っぽかったり、忙しいよな。うわ、ね、姉ちゃん。ね、姉ちゃん。姉ちゃんってば。何よ。いや、その。僕だけの母さん。ちょっと、それは。姉ちゃん、ずるいよ。カホさんばっかりヨウちゃんとして。それにヨウちゃん、カホさんとの時の方が私との時より濃厚だし。そんなことない、そんなことないよ。カホさんはカホさんで、あの女との戦いよ、手段は何でも使うの、なんて言っていたけど、本当はヨウちゃんのこと独占したいだけだったんじゃないかって。ずるいなって。ようちゃん、お姉ちゃんの言いたいことわかるよね。ようちゃんはようちゃんで、カホさんとばっかし。ごめん、僕は姉ちゃんも母さんも平等にしてたつもりだったんだけど、姉ちゃんに寂しい思いさせたとしたら本当にごめん。うん、いいよ。ようちゃんがこうしてくれたからそれで満足。何かが変わってしまった。そんな毎日だったらよかったのに、うん、だから今日は私の番だからね。勝利宣言しないでいただけないかしら。男ひねりだからってアラフォー女の性欲狂いはみっともないわよ。アラフォー女はあんたも一緒でしょうが、こっちはあんたと違って男あたりに熱心じゃなかっただけよ。いくら女性はアラフォーが一番性欲が強くなる時期だからって、ああはなりたくないわよね。ね、ヨウちゃん。ね、ヨウちゃん、そうだよね。勘弁してください。おい、見ろよ、クロコじゃん。あいつミユの妹たちと何してんの？そう。お、あれはミユの弟のスグルくんじゃん。ギリノだから。そして牛ちゃんの思い人。そんなんじゃ。うっそ、あいつら何してんの？準備室で。あいつらなんてことしてんの？知らないわよ。スグルくんがクロコたちが話してた内容だと、スグルに目隠しして萌木さんのふりしてやっちゃう的な。スグルくんつうか、なんで牛ちゃんはあんなやつが好きなわけ？それは牛ちゃんさんは砂糖3つでしたよね。私のことを覚えててくれたのよ。つうかさ、めっちゃエロい、もといい、いいこと思いついちゃったんだけど、それにはミュウの許可がいるんだよね。は？あんたさ、スグルのことをどう思ってんの？なんとも思ってねえよ。あ、そ、なら結婚。あの、萌木さん。嘘でしょ、あんた。声出すな。スグルは俺らのこと萌木だと思ってんだから。ほら見ろよ、好きにいじっていいんだぜ、男子の体をさ。おお、キスやべえ。牛もやってみ。スグルくんは今何されても私だってわからないんだよね。キス最高なんだけど。ミュウもやってみ。やめてよね、少女丸出しじゃん。
ちょっとなの、あれどういうこと？私に聞かれても。どうしよう。それは1週間前の出来事でした。洗いざらい自白させられ、みんなの前で公開処刑された私は。やるち、私決めたよ。私も。衝撃的すぎてどうしたら。すぐるくん